さあ、戸田純のストーリー第2話やっていきましょう。控え室からスタートです。先生、都なお先生ということでね。お、どうした純、どこにおるかしな。もうすぐ収録やのに見当たらんねんってことでね。うわ、これは大変だ。どこ行ったの子供。うん、さっきまでここにおったのにな、どうしようってことでね。うわ、これはもう大変だよ。仕事飛ばしたよ。ダメだよそんなこと。外を探しに行ってくれる？もうそれ行きますよ。はい、行きます行きます。めっちゃ頼りになる。うちはもうちょっと近く探してみるわということでね。あ、頼む、ありがとう。みやこ頼むでということでね。あ、もう見つけないとやばいよ。さあ、そしてじゅんちゃんはいずこに。さあ、街中です。いるんでしょうかね、街に。はてなはてなはてな、あーってことでね。何あーって、やっとやっとってことでね。何やっと、やっと、あー、やっとやっとってちょっと怖いよ。何、さあ、さあ、さまよってるよ。コンビニです。わーい、純ちゃんいた、やっと会えたね。チョコとミントのダブルクリーム入りシュークリームってことでね。本当にさ、チョコとミント好きね君。これからお仕事なのよ。何してんの君は。コンビニ限定だし、ネットでもかなり話題になったから、どこ行っても売り切れだったんだよねってことでね。ああ、なるほどね。ここはいつも品揃えが神だから来てみてよかったってことでね。ああ、ま、それはよかったんだけど、これからお仕事でしょ。ねえ、大丈夫？ありがとう店長さん、仕入れ担当の人、ここまで運んでくれた人も、それから商品開発の人、あとはどうということでね。いろんな方々にね、感謝を述べている。うん、わっ、マネージャー先生ってことでね。あー、何やってんだジュン、こんなところで。もうこれからお仕事なよ。うん、いつからそこにって。何その顔、いつからそこにみたいな。なんだいなんだい、ええ、私を探しに来た感じってことで。そうだよ、心配させやがって。心配性だな。だって収録までまだ全然時間が。そうだね、見てみろ、全然時間あるか。おや、時間が、ないーってことでね。ほら、あれでしょ、もうね、余裕を持って絶対出たと思ったら、でも全然なくて、探し回っちゃったら、もう時間のことだって忘れてた。そんな感じですよ、純ちゃん。うん、シュークリーム探しに、シュークリーム探しに夢中になりすぎちゃったってことでね。ほら、早く買っていくよ。うん、ありがとう、呼びに来てもらえて助かったよ。まだギリ間に合うよねってことでね。まあ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 、まあ、ギリギリね。うん、よーし、安心してる場合じゃない。早く戻んなきゃ、走ろうってことでね。うん、さあ、ちゃんと変えたんですかね。まあ変えたんでしょう。うん、で、街中ですね、先生と純が走っております、おそらく。はあ、はあ、はあ、ちょっとストップってことね。うん、こんな全力疾走したの久しぶり。さすがに息が切れちゃうよってことでね。純ちゃんね、確かその喘息持ちだったからね。まあそれは治ったらしいんだけども。うん、ふーってことね。うん、ねえねえ、でもさ、並んで走ってるとなんだか、うん、勝負の血が騒がないってわけでとね。お、まさか、かけっこ勝負しながら戻ろう、その方が楽しそうらしいとね。お、なるほどね。ね、あのね、そんなね、あのこっちとはね、あのね、部活やってましたからね。そう、走るのは得意よ。まあね、君みたいなね、お子ちゃまには負けんよ。うん、位置についてよーいドーンってことでね。まあこんな街中競争するかって話だけども、うん、こんなお子ちゃまには待てませんよ。うん、はい、戸田純選手、驚異のスピードで駆け抜けるってことでね。お、すごい、全力疾走で走りながら解説する、余裕あるなお子ちゃま。うん、さあ、そして控え室です。勝負の行方はいかに。うん、控え室目前、勝負は五分五分、五分五分にしてあげているんだよ、こっちは。ここでラストスパートって、わわわわーってことね。うん。もうアップな
こんなとこに荷物を置いたのは誰だってことでね、うん、お、危なかった。でも危機回避能力素晴らしいですよ。マネージャー先生が支えてくれなかったら思い切りすっこ転んじゃってたよってことでね、もう最悪だよ。すっこ転んでさ、怪我などされた日にはもうたまらんよ、本当に。よかった、うん。まあ、あ、走ってたのが悪いんだけどってことでね、そこの理解はあるのね、純ちゃん、うん。みやこ、あ、純、純ってどこおったのね、うん。宝箱みたいな場所ってことね。お、そしてね、見てください、みやこ怒ってますよ、それ怒るよね、うん。みやこ、コンビニか、反省は後でじっくり聞いてあげるわ、早く準備するでってことで、そうだよ、お仕事ですからね、本当に何度も言いますけども、イエスサーってことでね、なんでここ軍隊なんだよ。まあいいや、あのさ、じゅんちゃん、マネージャー先生、悪いんだけど、シュークリーム預かってくれるってことね。あ、もちろん、うん。それじゃあ、行ってきま、の前に、うん。ありがとう。さっきは、転びそうなとこを助けてくれてありがとうってことね。あ、で、ちゃんと感謝を述べてくれる上、ありがたいじゃないですか。ね、頑張ってね、この後の仕事。かけっこ勝負は、一旦引き分けにして、引き分けってことにしよう。いずれ、再戦を頼もうってことね。まあね、正式な形でね、いつでも受け入れるから、うん。じゃあまた後で、頑張ってきますので、頑張って。